おいす、こんにちは、メルです。はい、ということで今回は、学園の大当たり枠かな、シェアートを使っていこうかなと思います。これはね、引けた方はマジで喜んでいいと思う。結構強い、今の環境的に結構強いねって感じですね。現環境下で強いよっていう。バインドスキューミッツの封印のボイスありますよっていう感じになってますね。で、22ターン変身で消せないバインド隠せ向こうの全回復とヘイストです。で、変身するとバインド封印10強2つの 2way プラスが1、2、3、4個ありますよっていう感じになってボイスがありますね。で、4ターンスキルで一旦の間回復力水属性エンハンス 1.5 倍、消せないバインド隠せ向こうの全回復ですね。これ強いっしょ、これ強い。4ターンで覚醒無効とかできる、回復できるよっていうキャラクターは、ちらほらいますね。変身キャラだったらいるんですけども、その中でエンハンスを一緒にやってくれるような感じになっております。で、このエンハンスが結構潮流とかに大事になってくるんですけども、ウルフデートナとかだったらね、自動回復なんでいいかもしれないけど、今回はグランエルブで使っていきます。で、グランエルブだと、自力の回復力が結構大事になるんですよね。で、そうなった時に、潮流が半分切るとですね、回復力激減やってくるんですよ。そこをエンハンスで取り戻せるのはね、めちゃめちゃありがたいし、 2way でそもそも相性がいいから、本人火力枠に慣れるっていうところで、その辺がいいよねっていう話ですね。リーダースキルも意外といいけどね。マシンタイプ全パラ 4.2 倍の2加3固定ダメージ意外と使えそう。そんな感じになってます。今回はサブで運用していこうかなという感じになっておりますね。はい、エンハンスがあるので、攻撃のエンハンスもあるので、攻撃デバフとかがね、来るようなダンジョンにも適用できてていいんじゃないかなとは思いました。はい、ということでね、今回は、編成はこれ、カリンドラゴンは2体使わせていただきます。はい、でもいいと思うんだよね、カリンドラゴンとかこういう仕組み。ちょっとまた話が脱線するんだけど、黒メダル2枚じゃないですか。で、カリンを差し出すことにはなるんですけど、その他素材は無課金的な感じじゃないですか。で、比較的手に入れやすい場所にかなり強力なモンスターが存在する。これはね、結構皆さんがプレイしやすくなってるはずなってるはずなんですよ。うん。で、シェアートとかも今回学園とかストーリーダンジョンとかクリアしたら、なんかしれっと引けちゃいましたみたいな人も多いと思うし、グランエルブがそもそもの関門かもしれんけど、ウルフデトナでもいいと思うんだけどね。そんな感じで結構ね、現環境最前線で戦える編成が比較的手に入れやすい位置にいるのではっていう。イナとかも交換可能だしね。うん、って思いましたね、組んでて。なんかいいなって思ったよ。今の環境、前よりもまだプレイしやすくはなったんじゃないかなとは思ってますけど、いかがでしょうか。これ皆さんはどう考えますでしょうかって感じですね。僕は結構いい傾向だと思いますけどね。グランエルブリダチェン体制の上メタトロンです。フレンド側は、遅延4の闇ダメージ軽減プラス振って、闇メタトロン、金属性メタトロンですね。同じの振ってます。で、シェアとは消せない潜在振っておりまして、上にはエクゾディア。で、今回は暗闇完封させてもらってます。で、カリンドラゴン1体目は副属性闇にするべくしてバルリン武器ですね。遅延4の闇ダメージ軽減。これカリンドラゴン両方一緒です。で、次のカリンドラゴンはウルフデートナの武器を採用してます。これは、2way プラスとスキブと水泥鏡が欲しかったらこの武器しかなかったような感じだったんで、これにしました。水泥鏡ね、プラスで1個は用意したいんですよね。やっぱ水を主体とする編成なんでね、欲しいなっていうところでね、使わせていただきました。で、学園イナちゃんは遅延4、で HP 強化1個振って、上はメビウスですね。操作化耐性つけてるよって感じですね。はい、そんな感じになっております。結構ボスの発狂ギリギリで受けるので、 HP は比較的持ってあげて、闇ダメージ軽減も大事になってくるかなという感じになっております。はい、じゃあこれでやっていきましょう。はい、ということでね、じゃあ実際にやっていこうと思います。今日はね、攻略動画はもう出さんかもしれんもう疲れた私は。ですね、まずはカリンドラゴン進化していきましょう。進化スキル2体打って、左から順押しでいいですね。進化してシェアと変身して、で、イナちゃんの上のメビウス打っていきます。で、グランエルブフレンド側が溜まるのでここで遅延かけます。はい、で、あとは、3ターン待っていきましょう。操作時間が戻ったタイミングで片側は変身せずに行くでいいかなと思ってますね。別にしてもいいかもだけど、どちらにしても次のフロアの覚醒無効解除をシェアートでやったら消せない状態は、2way でもいけるからな。お任せだな。これもうお好きにどうぞって感じです。はい、一旦僕は片側で行ってますね。シェアートに一応消せない潜在振ってるので、次の階層シェアート打って覚醒無効解除してどんどん進んでいくっていうのもあり。
で、消せない状態は洗剤で返していくとか、もしくはシアター溜め直すとか、まあ何でもいいと思いますね。ご自由にどうぞって感じで。はい、ということで、ここはね、遅延で解除していきます。ここでまたさらに3ターン待ちます。で、3ターン待ちまして、覚醒無効が終わったタイミングで、スキルは多分何も打たないんじゃない、このまま盤面で多分突破していくと思います。はい、まあそんな感じですね。はい、しっかり組んで、キモ2ウェイで組んで、はい、フルでこれ飛ばしていきます。全体的にまあ火力高いので、結構いい火力は出てるんじゃないかなと思いますけどね。まあシェアトとイナちゃんはそんなに本気の火力は出せないけど。で、次ここは無効貫通打っていきましょう。はい、カリンドラゴン1枚切って、で、そのままワンパンで持っていきます。まあここも特には何も問題ないかな。序盤は特に何もないですね特に何もないですね。うん、まあそろそろ裏の川柳来そうなんだけどね。いつ来るんでしょうかっていう裏の川柳はいつ来る。俺もう来るか来るかって待って2週間ぐらい経った気がするけどね。さすがに今週来るかな。うん、来そうだけどね、なかなか来ない。来そうで来ない。はい、でここの消せない状態を解除するのに、まあシェアと使っていくような感じにしてます。まあこれもね、言ってもどうかな。ちょっと今思えばここはもう 2way の洗剤で返してあげて、シェアとはもう回復力デバフを取り戻すために次のバルキリー階層で打ってあげるの方が無難に強いんじゃないかなまあ水消せなくされるとか闇消せなくされるとかだったら、まあ別に解除してもいいのかなとか思ったりはするんですけど、まあ言うても 2way 組めば解除できるからね。うん、ここの回復力減の方がちょっとダメージでかい、苦しいなって感じるので、ここで回復エンハンスとしてシアと打つが無難だったかなと思いました。はい、まあなんとかなるんだけどね。まあなるべくトゲは動かさないように、2way は水だけでも組んどけば大丈夫ですね。もうそれだけの火力で削っていけます。はい、で半分いきまして、まあ、敵の攻撃それなりに強いのを受け切りまして、でカリンドラゴン切ってますけど、まあ、カリンドラゴン打って、でまた同じような感じで水の 2way と、もう闇適当につなげればいい。トゲドロップはまあなるべく処理しておく、あまり動かしすぎない程度に処理しておく。次のねフロアも先制攻撃飛んできますので、まあ、なるべくね、はい、そんな感じで突破しております。でトゲ作られて終わりと。で6階層ですね。今回はフェンリュードラゴンナイト、名前合ってる、はい、まあ、出てきました。で、こいつは操作時間半減なので、イナちゃん打って返していったらいいんじゃないかなと思います。で、あとは、まあ、カリンドラゴン撃って思いっきりどっかのタイミングで殴れば飛びます。終わりです。はい。もうそれだけですね。一発目は、俺なんで耐久したんだろうな。なんか、何かを思って耐久しましたね。はい。で、シェアと撃って、回復力デバフを取り返してからの、で、カリンドラゴン切って突破していくような感じにしております。あ、あれか。これって結局、イナとカリンドラゴンで一応ループするんですよ。全部3ターンスキルだから。だから、イナとカリンドラゴン両方同じタイミングで撃って、万が一欠損した場合が怖いから多分俺一旦待ったんよ、これ。まあそんな感じで。突破してまーす。はい、OK ですね。だから基本的に1体ずつ撃っとけば、まず欠損はないかなみたいな感じですね。全ロックのタイミングでイナに出番が回ってこない限りは。で、今回闇イザナミ出ておりますよっていうところで、ここはまあ2ターン待ちます。まあいつも通りですね。2ターン待って、で、フレンド側メタトロン溜まっちゃいました。これはね、コインに溜めたわけではなくて、もうその、なんか溜まってた。気づいたら溜まってたので、もうここでメタトロンも切ってますね。吸収無効というよりかは、上限解放として打っていきたいんですよね。グランエルブのスキルは。なので、ちょっとここで、まだメタトロンは早いかなっていう。メタトロンため出すのはね、まあ、10階層あたりでいいんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、ためとってもええけども、ここら辺から。片側でどうにかなるからね。はい、ということで突破してます。で、次の階層。ここでね、木のやつが出ると、まあ、硬い。うん。
これ水だったらねサクッと抜けるんですよね。木ねマジ硬い闇の 2way を複数組みながら全力で殴ったら結構削れます。もしか木でもまあいけるかな。水の 2way でねお話にならんマジで。もう全然削れん本当にこれ頑張ってますけど、いろいろ頑張ってますけど、闇の 2way とかある程度も水もめっちゃ組めた時はちょっと入ってるね火力が。はい、まあ、そんな感じで頑張って頑張って頑張って削ってこんぐらい本当闇の 2way3 本もうこれぐらいやったら削れます、うん、だからね結構こいつはきつい。うん、外れです、圧倒的で。9階層は天狗出てきました。リダチェンは食らいません。でここはまあ無効貫通なのでカリンドラゴン打って普通にワンパンでいいかなっていうところですね。まあ、特に何が出ても一緒かな。五右衛門か天狗かまだいるかな、選択肢として。ちょっとまだね僕もこのダンジョン何回かやってはいるんだけど、まだダンジョン内容はねはっきりと把握はしないんですよね。五右衛門が出るのは確かだね。こう9階層だよね。五右衛門、天狗、ノア、アルスノアか。あーなるほどね。まあどれが出ても同じ感じじゃない。アルスノアはお邪魔目覚めでめんどくさいね。はい、でシャイターンが出てきてます。属性吸収がハマるので、ここはグランエルブちょっと溜まってないので一回溜めまして、で、溜まり次第グランエルブ打って、まあ、カリンドラゴンも打つなら打って突破していくような感じですね。はい、まあここはどれが出ても同じような感じにはなるかな。まあシャイターンは一応向こうは張ってないからカリンドラゴンはなくてもいいけど盤面変換とかいろいろ食らうから結果的に打つことにはなると。はい、ルーレットを駆使した木の 2way がうまいですね。はい、まあそんな感じでワンパンしていきます。はい、 OK ですね。で、11階層ですね。11階層は今回ヘラが出てきました。ゼウスが出た場合はイナちゃんを打って操作時間返してあげたらいいかなと思います。今回は奇跡的にヘラの属性吸収が見事にはまってないですね木と光っていうね、まああるんだけど編成上色はあるけども出さずになんとかなるよねって色だけなんですよね。で僕それ意識してなくて木普通に 2way 組んでますけどなんかね行くつもりなかったんですよ。とりあえず吸収させて一旦待ってから突破しようって思って殴ったらなんかねいなくなりましたいなくなりました、さよなら。で12階層です。12階層は今回は、リンシャ出てきました。覚醒無効なのでシェアトの出番ですね。シェアト打ってでここからもう耐久したいというかメタトロンのスキルダメには入っとった方がいいんですよ。ちょっと遅いけどねこの辺からだと思う。まあ、10階層あたりからメタトロンはため出した方がいいと思うんですけど、はい。で一旦ここは無効貫通スキルが欲しいのでカリンドラゴン待ちまして、でカリンドラゴンでちょっと木属性だからいやワンパンいかんのんちゃうかな思うてで行ったらいなくなりましたおちょっと早いね、テンポがちょっと早いかなっていう。もうここでメタトロン貯めるしかないんですよ。うん、ここでメタトロンを貯めるしかない。ギリギリ6ターン、まあ、ギリ貯めれるかみたいな感じですね。なので、ここは 2way でね消せない状態を解除しつつの一旦耐久モードですね。爆弾とか作られますけども爆弾にトゲやってくるっていうめっちゃいやらしいよねこいつ。絶対動かさないといけない位置にトゲやってくるからねこいつ。で、それやって最後のねこれ多分ねもう一旦耐えれると思うんですよね。これ半分いったせいだと思ってるんだけど半分いって覚醒向こうやられたんですよ。でさらにバインドされたんですよ。でもしかして次のターンこいつ発狂するって思ってシャート打ってもうこのターンで突破しに行きましたね。もう一旦待てると思うよね。理論上待てるはずなんよね。無効貫通があと1残るから次のターンまで待ってメタトロンがちょうど溜まるターンでいけるとは思ってるんだよね。ちょっとごめんなさい、これは僕の知識不足。半分切った時にこいつが何してくるかが分かってないですね。いつもワンパンとかで抜いちゃってる気がするんで多分これ半分切った時の行動だと思うんですよ。覚醒向こうからの一体バインド。はい、すいません、多分もう一旦待てるはずです。なのでちょっとメタトロン今回なし心もとなさすぎる。はい、14コンボメタトロンなしでやれと。いやーしんどいですね。もう一旦で溜まるんですよメタトロン。いやーきついね。でここに関してはもう切っちゃってでカリンドラゴンも打っちゃってでイナちゃんも打ちます。でドロキョンもかけて分割優先だね。 2way よりか分割優先。もうコンボこれで14いくんで
これで14コンボ行かせます。盤面で14行って、まあ、落ち込むなんかついで乗って、はい、これでワンパンですね、うん、なんとかなったー、よかったーって感じですね。はい、ちょっとスキルダメが遅すぎたというか、まあ、臨車とかをワンパンで行きすぎたあの辺をサクサク行きすぎ。はい、でボス第2形態ですね。まあここは無効貫通打てるタイミングでグランエルーブ上限解放してあげて、しっかり削ってあげれば、まあ4ターン目ぐらいには遅くとも突破できるんじゃないかなとは思いますね。最後の1ターンにもつれてもシアトの覚醒無効解除たまり直すと思いますので、まあそこで使っていければいいんじゃないかなと思います。はい、最初はまあちょっと盤面花火なんで、そこから水取り出しただけですね。はい、その後からは、カリンドラゴンを打って一緒に上限解放も打ってあげて、水がしっかりつながると水が 2way になってない、しっかりつながって削りが浅いよっていう感じですね。はい、まあそんなこんなで削っていきます。はい、で暗闇やられて弾いてカリンドラゴンを打ってグランエルブ上限解放して、はい、でここはしっかり削っていきます。ここはねちゃんと組めたと思います。はい、まあルーレットの位置をねちょっとうまいこと外しながら 2way2 セットずつね組んで、回復もしっかりしながら、これ結構削れますね、うん、2way2 セットずつ組めればだいぶ削れるかなと思います。はいはい、これもう一発入れれれば十分かなと。で次はちょっとカリンドラゴンもないしコンボ現象もされているので一旦待ちです。ただ色決めるだけで、次操作時間激減されますよと。でここでイナちゃん打っていけば強いかなっていうところですね。イナちゃんとカリンドラゴンと一応グランエルムも上限解放して突破していきます。はい、これでしっかり突破ですね、うん、ちょっと盤面多いんでね、まあ、繋がらないようにだけっていうので気をつけながらっていうところで、まあ、水の 2way 多めだね。はい、あとはまあついでに木も決めちゃって、はい、そんな感じでこれで突破していきます。まあ最終ボスの形態まで来れば逆に安心するね、このダンジョンね。うん、道中がちょっとドキドキ波乱万丈って感じで、ボス前あたりがちょっとハラハラするけどね、もうボスまで来てしまえば、ボスの第一形態さえ抜けてしまえば結構安心するところはあるね。でボス最終形態はまあトゲドロップに気をつければ別に大丈夫です。しっかり回復しながら耐久すれば大丈夫。カリンドラゴン打って、まあ、同じですね、第2形態とグランエルブも落ちながらしっかり削っていきます。木の2でも多めに組んでますね。はい、これで大体まあ 25% いってちょいぐらい、まあそんぐらい削れます。まあ大体2回ぐらいを全力で殴れば半分いくような感じかなというところですね。カリンドラゴンがないターンはちょっとまあ適当に耐久しながらっていうところですね。はい、爆弾生成とかされますけど、なんかルーレットも親切に作ってくれますのですごい親切にね、ちゃんとゴミ箱用意してくれるので、ここカリンドラゴン撃つと思います。でグランエルブも撃つでしょ、うん、グランエルブ撃ってて、で爆弾はちゃんとゴミ箱、ゴミはゴミ箱に捨てながらので、あとはちょっとルーレット早すぎておじさんついていけれてませんけど、あとはまあ 2way 適当に組みながらこれで半分いきますね。でしっかりね回復しておけば大丈夫かなと。はい、これで半分いきまして、で回復激減とルーレットとで強めの攻撃で、ここをねシアトがね回復エンハンスで取り戻せるのめっちゃ強いわ、うん、これめちゃめちゃ強いねって感じで、カリンドラゴン打って、でまたグランエルブも上限解放して、でまた半分、こっからの半分さらに削っていきますよっていう感じですね。はい、まあ、トゲはねなるべく動かさないように、ある程度動かしてもいいと思うけどね、回復力エンハンスもかかってるし。はい、これでまた 25% ぐらい削りまして、はい、で次でねとどめになります。ちょっとカリンドラゴン起き上がってないのでもう一旦ほど耐久します。はい、ここはまあ適当にイナちゃん撃ってますね、色欠損してたんで、はい、適当に耐えて、でラストパズルっていう感じですね。はい、まあこんな感じで、潮流やってみましたというところで、まあグランエルブ使ってる方およびシーウルフデートナ使ってる方とかは結構相性いいんじゃないかなと思いますので、まあ、環境的にだいぶ輝けるような性能を持ってるキャラクターだと思うので、シャートはだいぶ当たりなんじゃないかな、今回の学園シリーズの中ではって思います。はい、
ということで、少しでも参考になりましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。